こんにちは。小牧市保健センターの栄養士です。今回は後期のおかず編です。この頃になると、お皿やスプーンに手を伸ばしたり、ぐちゃぐちゃにかき混ぜてポイしたり、やりたい放題で、お母さんの悲鳴が聞こえてきます。でも、赤ちゃんは初めての体験で、どんどん成長しています。手づかみ食べも、自分で食べるようになるための大切な一歩です。気持ちに余裕のあるときは、付き合ってあげましょう。後期のおかず編では、スティックの人参とさつまいも、タラと小松菜の煮物、そしてツナジャガとそのアレンジメニューを作っていきましょう。人参、さつまいもは4センチの長さで鉛筆ぐらいの太さに切り、だしで30分ほど煮ます。まだ奥歯が生えていないので、お母さんの親指と人差し指で簡単に潰せる硬さが目安です。じっくりコトコト煮ることで野菜本来の甘さが引き立ちますよ。小松菜は葉先の柔らかい部分を使います。まだ野菜を噛み切ることはできないので小さく刻んであげましょう。タラは切り身を水で洗ってペーパータオルで拭いて臭みを取ります。しっかりと茹でて身をほぐしながら骨を丁寧に取り除きます。お鍋にだし汁を入れて茹でてほぐしたタラと茹でてみじん切りにした小松菜を煮ます。後期なので薄めの味付けもできます。今回はほんのり味噌の風味をつけました。ゆるめのとろみでまとめて食べやすく作りましょう。これで出来上がりです。次にツナジャガを作りましょう。材料はこちらです。じゃがいもは7ミリ角、玉ねぎはみじん切りにしてたっぷりのだしで煮ます。人参は薄切りにしたものを一緒に煮ますが、今回はスティック人参を使っているので手順は省きます。水煮のツナをざるにあけ、熱湯をかけて塩を抜きます。ぎゅっと水気を絞って、じゃがいも、玉ねぎ、人参の煮物に加え、さらに10分ほど煮ます。これで出来上がりです。味付けはしていないのですが、大人でも美味しく食べられますよ。ツナジャガのアレンジメニューをご紹介します。ツナジャガをお玉に1杯分ほど取り分け、水1カップを加えます。コンソメキューブを1つ加え、煮立ったら牛乳1カップを加えて、温まればミルクスープの出来上がりです。これは赤ちゃん向けのコンソメを使えば、後期以降であれば赤ちゃんにも食べさせることができます。優しめの味付けですので、大人の方は好みで塩コショウを振ると良いでしょう。もう一品のアレンジはポテトサラダに。きゅうりやお好みでハムなどを刻み、冷ましたツナジャガに混ぜます。マヨネーズであえたら出来上がりです。粒マスタードなどを効かせると、ちょっと大人の味になりますよ。最後にツナジャガのグラタンを。ツナジャガを耐熱皿にのせ、溶けるチーズをかけ、オーブンで焼き色がつけば出来上がりです。これも後期以降、赤ちゃんにも使えます。大人の方はチーズを増やしたり、マヨネーズをかけたり、塩コショウやカレーパウダーなどを足しても美味しいですよ。
余裕があるときはホワイトソースなどを足したらごちそう感が上がります。離乳食後期の献立例です。お粥はサンプルのため量は少なめ。この時期は子供茶碗に半分から軽く一杯くらいは食べられます。お子さん一人一人には個性があり、離乳食の悩みも人それぞれです。よくわからないことや、うちの子の場合はどうなの？などのお悩みは、お気軽に小牧市保健センターまでお電話ください。他にもいくつかの動画をアップしています。ぜひご覧になってくださいね。